板屋貝は、板屋貝目板屋貝下の二枚貝。食用。和名の由来は、木の板で吹いた、家屋、板屋。平らな方の殻が板で吹いた屋根のようだから。別名、飛釈貝。日本国内では、北海道南部から九州。他に、朝鮮半島、中国沿岸。右の殻は、左の殻よりも大きく、強く膨らむ。白色、または、紅白色。 内側は白色、しばしば暗褐色のブチを持つ。これに対し、左の殻は扁平で赤葛色。拡張10センチ。8から10本の放射あばらあり。100個の目を持つ。死有胴体である。水深10から80メートルの砂底、または砂底底に生息。平らな川を上に向けて、海底の砂の上にいる。 敵に襲われると殻の隙間から水を吹き出して逃げる。植物プランクトンなどをろかして接触する。食用。ホタテ貝やヒオウギのように大きな貝柱を賞味する。焼き物、煮物、フライ、干物などが美味。鹿児島県では月被害に混格されることがあるが、月被害に比べて小型で知名度も低く、市場にはほとんど出荷していない。 伊勢湾でも底引き網などで漁獲するが、水揚げは少ない。本種の量は大量発生した際に、これを漁獲し尽くすという形で行われるため、従来資源管理が困難であった。島根県では本種の天然細病が可能であると分かったことから、1979年から養殖の対象となっている。養殖用違いは天然細病により入手。他に、 会美尺や豆苗皿に利用された実績あり、ありがとうございます。